ギリギリです。光の柱が見えたっていう有名な神社らしい。パワースポットじゃ。すごい並んでね。じゃあ乾杯。乾杯。寒い中出かけてあったかい思いする方が楽しいかな。はい、皆さんこんばんは。今ですね、北関東道走っております。で今日はですね、サラリーマン全国制覇の旅に向かっております。今回で20軒目です。やっと20軒まで来たんだ。やっと20まで来た。で今回ね、向かってるのはですね、まあ、同じね関東なんですけども、実はねまだ行ってなかった茨城県の方に向かっております。茨城の方はね、実はまあ、全国制覇のね旅とは関係なく、普通にねキャンプしに行ったりだとか、まあ、オフ会とかでね、実はよく行く場所ではあります。まあ、なのですが、今回ですね、サラリーマン全国制覇の旅の中で茨城県にね行こうかなと思っております。今日のところはね、もう軽く向かう感じで走ってって、まあ、大体120キロぐらいですね走って、ちょっと茨城県まで入って、で明日ね、朝からねちょっと観光とかね、まあ、行きたいところ行こうかなと思っております。今回ももう全然、計画は立ててきてなくて、まあ、とりあえず家を飛び出してきたっていう感じなんで、またね現地でねいろいろ探しながら旅をね楽しめればなと思っております。今日は3連休なんで、月曜までね休みなので、今ね金曜の夜です。なんで、土日月でね楽しんで、旅をしてこようかなと思っております。はい、今ですね無事に到着です。で、ちょっとね寒い、もう22度ぐらい車内温度、外多分もっと寒いですね茨城なんで。 FF つける？点検も兼ねて FF ヒーター一旦全開でつけます。ふーちゃんが着てるのはそれ何ですか？あれ、ふーちゃんそれふーちゃん寝るペンギンじゃないんじゃない？うん、だからペンギンからペンギンに変身する。はい、じゃあこっちのペンギンに着替えて。はい、お着替え終わりましたか？はい、ふーちゃん寝るペンギンになりましたか？はい、はい、ということでね、これからちょっとおつまみとかね軽く食べようかなと思ってます。ふーちゃんはもうすっかり準備 OK です。寝るのか食べるのか分かんないけど。はい、どうぞ。ふーちゃんはそぼろ、パパはノンアル、あとおつまみ、ふーちゃんはご飯。ふーちゃんでもさっきカレーパンも食べたからね、よく食べる。余ったらパパ食べるからいいよ。じゃあ乾杯しよう。もはやただのレモンジュースと。乾杯。やっぱ。うん。レモンジュース。ヒーターだけが。あ、そう、今ね FF 一旦全開で入れてます。ちょっとね寒いですもう。思ったより夏の装いすぎるよね。うん、そう。半袖ばっかり来たからね寒い。もうさ、でもさ布団もさ、タオルケットから毛布に変えなきゃいけないんじゃない。うん。まあ、でもね。キャンピングカーの旅はね、寒い方が楽しいと思うよね。まあ、過ごしやすいよね、うん、電気的にもさ、省エネだし。いやね、部屋の中暖かくなるし、FF だと。ただ、唯一今年から冬が残念なのは、ホイールがね、ノーマルに戻っちゃうんだよね、スタッド履くと。ああ。今はメッキでね、クロームメッキでかっこいいんですけど。雪道とかで傷つくよりはいいよね。そう。ただそういうのもあるから、全然ね、それはそれでいいかなと思ってて。はい。まあ、そんな感じでね、ゆっくりねご飯食べていこうかなと思います。あれ、これしか買ってこなかった。ポテサラみたいなのあったかな。ポテサラ食べたかった。わかんないけど、でもなんかいつものラインナップ売ってなかった。一応私たちは牛ご飯食べてっちゃ食べたけど。そう、家でね、うん、キッチン食べてないから。でももう5時間ぐらい経ってる。5、6時間。今ですね、久々にバンクベッド出してます。これ、ね、初日はねバンクベッドを1から、ね、用意して、で2日目以降はね少し短縮した畳み方でねしまいますので、ここまでねめんどくさい作業はないです。初日だけちょっとねいろいろ広げたりとかバンド外したりとかいろいろあるんですけども、まあ、それでもねそんな大したあれではないです。意外と今ね FF 全開なんですけど、まだねちょっと寒いぐらいです。モコモコもあるよ。ああ、まだそう。そうや、これがモコモコだと、このペンドルとか、うん、意外と積みっぱのやつがあるんで、これでいけるかな。寒かったらパパがペンドルトン使う。パパペンドルトン使うかな、パパの。よし、じゃあうーちゃん寝るよ。1、2、5。あれだ。
ペイちゃん毛布持ってて。ペイちゃんはこれ。うん。じゃあおやすみ。はい、じゃあバイバイおやすみ。はい、おはようございます。今ですね7時47分、室温 20.9 度、湿度 54%。 今日ね久々に FF ヒーターを炊いたまま寝ました。こんな感じですね。まあでもね半分ぐらいにして寝てますんで、そんなにねガンガンじゃないんですけども、それでもだいぶ暖かいです。ちなみに外は晴れてますけど、こんな感じでもうほぼね隙間がねこんなもんしかないんですよ。昨日のほとんど光が入ってこない。すごくいいですこれ。はい、おはようございます。はい、バイバイ。起きてください。いい夢だね、落ちたいな、うん、降りてきてください。降りれるかな。ふーちゃんも大きくなったね。そろそろもうこのはしごなくても登れちゃう。うん、でもさ、ま、でもさあれなんだよね、カビゴンと違ってねあんまり踏み台のとこがないんだよね、うん、だいぶ伸びたね、また背がこんなっちゃった。本当だね、寝れなくなっちゃったの。この間ぴったりトプーって寝たとね。よいしょ。はい、ということでね、今日はぐるぐるを使います。これでね、はい、これで今ね電源がぐるぐるに変わったんで、車の久々にコーヒー飲もうかなって。いただいて、前にいただいて。パパじゃあこれにしようかな。ガテマラ。ママはこれ、美味しいコーヒー。それもフリフリコーヒー。あ、そうだな。よし。おかしいよ。いいよ。久々になんかブルーブルが動いてる気がする。1700ワット近く使うとこれぐらいの音が出るんですね。車も充電しながらケトルも使ってるから。最近あんまりね、朝はね、ゆっくり生きてないんで、今日はね、まだ何も予定も決まってないんでゆっくりしようかな。まあ、とりあえず大洗いの方とかで行こうかな。市場的なとこね、お魚市場とかでもいいし、うん、何も決めてないんだ。さすがに決めないとまずいなと思うんで、ご飯食べながら考えます。これね、ドリップじゃなくて紅茶とかのよくあるタイプですね。いやでも車でコーヒー飲むの久々かもしれない、うん、これね、時間ないとできないよね。じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。このドーナツでうちゃんの一本の歯が抜けた時のドーナツかなまあちょっとね、ご飯食べながら今日の奇跡を決めようと思います。はい、今ですね出発しました。今日はですね、これから那珂湊のお魚市場っていうところですね。なんか2回ぐらい行ったことあるのかな。ただ撮影はしてないかもしれないです、動画の。まあ、そんな感じでね、何回か行ったことあるところではあるんですけども、今日はねお魚市場行って、それからね大洗の方、大洗神社、蘇前神社ですね、あそこの方にも行こうかなと思ってます。見ての通りね、天気がねかなりいいので、海もね綺麗なんじゃないかなと思います。で、朝方ね結構寒かったんですけど、もうね今日が出て、あの車の中ちょっと暑いです。まあ、一応ねここからね30キロぐらいでお魚市場着くんで、まあ、そんなに時間はかかんないです。10時20分ぐらいに着く予定です。今9時50分なので、まずはですね安全運転で向かっていきたいと思います。あと1キロほどで到着。あ、アクアワールド。そっち本当は駐車場、これ右曲がったところ。どうやら今の駐車場のところはキャンピングカーが入れないので、この先行って警備員さんが立ってるところだったら入れるらしい。でも案内してくれるから助かるね。で、10月1日からもう第二の方に入って構わないって、はいはい、10月から変わったみたい。10月1日から、あ、最近だよね。ということで止めて向かいたいと思います。これからね、大阪の市場に行ってきます。多分結構混んでる、すごい並んでるね。牡蠣か。いいよ。これは見せるから食べられるよ。1800円。小さい方に小さい方にこれ、はいよ。1800円、これこれ、はい。早速ハマグリ。
安い、1800円。2300円が1800円だ。お持ち込まれたいじゃん。おすごいね。乗せてあげない。そう。あ、行っちゃった。イカがぐるぐる回ってる。今1000円でお刺身を買ったんで氷を入れて車で食べる。いいよ。本当だ。見て見て、カニさんいて。ごめんね、一回車に戻る。はい、今ね無事に車内に帰ってきました。外ねちょっと暑いっす。日が出てきたら結構暑かった。車の中はちょっともわっとしちゃってるんで、今一回まさかのエアコン入れてます。であとね買ってきた串焼き。この串焼きなんだっけ、あ、粒貝と半身、イカの半身、イカの半身、ホタテ、ホタテの3本買ってきました。ちょっとねこれ食べてからまた行こうかなと思います。そうそう、さっき買ったハマグリとねお刺身はもうねこんな感じで中にもうしまってあります。やっぱ冷蔵庫あるとねこういう時すごく便利です。あとはね夜まで冷やしておきます。はい、ということで今ね脱出したんですけども、ね、今ね写真がねアップされてると思うんですけど、こんな感じでですね割とがっつりがっつり当たってます。僕の中ではがっつり当たってる。まあ、とりあえずちょっと今からね北栄日立公園に向かって、そこね結構大きい駐車場みたいなので、まあ、そこ止めてからねちょっともう一回ね場所を確認しようかなと思ってます。はい、もうそろそろで着くから、はい、まあ、現地着いたらだね。うん、はい、はい、今からですね向かいます。割と歩く疑惑。これでもあれでしょ、そこの前のところの道沿いに行けんでしょ。まあでも一応入る、すぐ入れたは入れたけど、まあ、今日は噂だと入場が無料らしい、うん、ああだから人多いかもしれない。それか3連休でもすごいね、3連休なのに入場無料なんだ。ほら今日入場無料の日。本当だ、お支払いがない。あ、なんかあるらしい。本当だ、入園料無料って書いてある。あ、書いてあるじゃん、大きいやつ、うん、ネモフィラがいつなの。ネモフィラは春。なんかネモフィラの時期になるとあれなんでしょう、みんな開園ダッシュするでしょう。あ、そうなんだ。ウイちゃんほらいっぱいトンボいるじゃん。ウイちゃんここにいるよ。この辺なんか結構いっぱい出てる。ご飯 B 級グルメ。キッチンカーがいっぱいいろんなところに置いてある。キッチンカーだ。やっぱ今日はなんかあれなんかイベントなのかな。ね。キッチンカーだらけだ。これいつもここに出てるのかな。生搾りレモンスカッシュ。アルコールも出してる。ね。かも、うんね。あ、なんか結構人いっぱいいるよ。本当だ。あと10日後したらすごい赤くなるんだよ。そうそう、コキアがね。今はコキアもなくネモフィラもなく緑と赤の狭間。まあでも結構広いよね。うん、壮大で。ね。上のはお花じゃないよあれ。これはコスモス。うん、コスモスじゃないか。うん、赤くはない、まだまだだね。これでも真っ赤になったら綺麗だろうな。うん、緑だとマリモみたいだね。こんな感じ。4月に来てみたいな。上の方はちょっと赤いかな。あっちね、うん、あっちの方が寒いんじゃないのかもね。ふーちゃんが花より団子すぎる。よいしょ、まだまだ時期早々。目の前向こうが海なんだ。海です、向こう側は海。こんな感じですね。
多分ここが頂上。上の方が少しまだ赤いのかな、うん、気持ちいい、うん、綺麗。あの辺は綺麗。そう、真ん中ら辺が赤いね。そっち？うちゃんのこれ上に何乗ってんのかな？よし、今出ました。よし、じゃあちょっと一回戻ろうかな。よし、無事に到着。うん？なん？後ろ後ろ。あ、なんか虫が虫がいっぱいいるね。バッタが今入ろうとしてきた。大丈夫だ、大丈夫だ、入ってごらん。すごいね、でっかいバッタだ。何バッタ？ゴーゴー。よき精宮に行ってましたね。で、こっから日本酒が欲しいということで酒屋さんしてに今から向かいます。ここから 2,3 キロぐらいらしい。この通り沿い右に曲がった。右か。ここね、酒の清水湯です。二人分なしぼり買いました。このお店です。教えていただいてる店主さん、と辛い節チゲ辛山だ。はい、今ですね、辛山の唐揚げを買って日本酒も買って出発しました。日本酒はね、酒の清水屋ですね。店主さんがね、これがね、茨城のお酒だよと教えてくれて。でもなんかちょうど今あれみたいなね、秋の日本酒がちょうど上がっちゃったところって言って、まあちょっと今少ないとは言ってたけど、まあでも何本買って、そのうちの1本買ってきました。渡り船で、これからですね、温泉の方にね、向かっていきたいと思います。今日はですね、ひたちなか温泉というところにね、今向かっております。ここからね、3キロぐらいなんで、そんな遠くない。なんかこの辺ちょっとね、駅前っぽくて、ちょっとね、ごちゃごちゃとして走りづらい。どこだ、お風呂。なんかこの辺左って書いてあるんだ。どこも次の信号じゃない、書店って書いてある。じゃあ、ここか。今みんな曲がる。え？でもみんな曲がってる。あ、これか。これだ、これだ。こんなところにあるんですか。あ、結構大きいな。うわ、眩しい。到着です。じゃあ用意していこう。今日のね、温泉はこちらです。ひたちなか温泉。キラリ。修学時とりあえず入れます。ふーちゃんは大丈夫です。ふーちゃんも小学生だから大丈夫です。どうですか？おいしい。はい、今ですね、温泉から出てきました。結構ね、混んでます。三連休だから、うん、休日だからかもね。割とね、人気の場所なのかもしれない。結構人が多かったです。でね、この多分長くいるのもできるところなんだよね。スパっていうか、そのご飯とか食べれるのもあるから、長居ができる日帰り温泉の場所だったので、まあ余計にね、人が多いのかなと思って。結構広かったよね。施設はね、うん、施設は広いんだけど、お風呂はそんなに広くはない。お風呂自体はね、そんなに大きくない言うほど。ただすごくね、場所は、場所っていうか、あの、温泉自体はね、すごくいい場所かなと思います。はい。で、今日はね、これからですね、15キロ、20キロぐらい走って、ちょっとね、登ってきます。北茨城の方に向かっていきます。で、道中ね、どっかで車中泊して、明日ね、もう少しね、上の方までね、行けたらいいかなと思っております。はい。それじゃあね、向かっていきたいと思います。
はい、今ね無事に到着しましたので、からここをねテーブル出します。結構久々に出したメインテーブル。最近結構イベント多かったかな。2ヶ月ぶりぐらい。3ヶ月かも。もう10月か。3ヶ月ぶりに出したの。今日はそれに作るものはございません。今日のこのメインはハマグリです。ハマグリどうやってやる？そういえばフライパンで酒蒸し。 あとねこれから山だっけ、買ったから山と、うん、冷ややっこいいよね。それとマグロで十分じゃん。うん、これで酒蒸しにします。もちろん後で普通に飲みます。はい、こんなもんね。ご飯にかけても美味しいって書いてある。冷ややっこたっぽん玉のっけて食べようと思ったね。紙のまな板なんだよ。そうなの。この上で切ることができるよ。マグロ目張り冷蔵庫入れてたら凍っちゃったかな。多分そうと思う。まあ解凍されるでしょう。入ったのかな。塗ってみる。うん、オープン。まだ上はあれだね。うん、もう開いたよ。開いた。うん、もう開いてます。はい、ハマグリのオンパレードです。今日買ってきたハマグリ。これからこれ使ってまた鍋の季節が増えそうだね。寒くなってきた。うん、ユニフレーム。はい、もういいよ。今日はですね、この渡り船とハマグリ、そして、メバチマグロ、中トロ、これがね、茨城県産で揃えました。すごいね、美味しそうです。ハマグリもね、こんな感じで、この量でね、1800円なんでかなり安いと思います。で、中トロ、中トロは1000円で、ビール入れちゃう、うん、あ、これ1缶ずつ入れる？そしたら冷やせるよ、うん、1本目ビール、こちらです。札幌クラシック。茨城ってセコマもあるんで、走っててセコマあったから。北海道のあれな、そう、あれフェリーのあれがあるからかな。ほい、はい、よし、じゃあいただきます。乾杯や。それひろちゃんも乾杯しよう。ひろちゃんコップそれでいい？いいよ。乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。から揚げ食べてる。すごい久々な気がする。うん、こういうの。まくーちゃんはじゃあマグロからでもいいかも。冷たいかも。ひんやりしてるって。アイスみたい。アイス奥に入れちゃったから余計あれだったかな。アイスマグロだった。うん、マグロいただきます。うん、うん、うまっ。酒だけで十分。うん、なんかこの感じだと日本酒美味しそうだな。いつもね、ハマグリ買っても4個ぐらい。うん、大きいじゃん、もうちょっと、うん、これちょっと中身が少し小ぶりかもしれないね。ね、このサイズでいいんじゃない。食べる、うん、あれはね、おつまみでさ、なんか飲みながら食べるの、このサイズがぴったり。うまい。ハマグリグー。唐揚げどう？唐揚げもうまい。うん、大きいね、これ。出来上がり食べたかったけどね。うん、ハマグリね、こんな感じです。そんなにね、身は大きくないんですけど、なんかね、おつまみがてら食べるにはすごいベストサイズ。さあ、始めましょう。ということでね、ちょっとだけ冷蔵しましたけど、また出てきました。渡り船。早速いただきます。改めてね、紹介します。この渡り船。府中誉株式会社っていうのかな。で、茨城県のね、お酒です。で、純米吟醸、船絞り。あ、
なるほどね。茨城県産酒米渡り船っていうのがあるんだ。単館を 100% 使用したお酒です。はい、ということでこれいただきます。はい、じゃあ乾杯。乾杯。渡り船いただきます。香りはフルーティーなのかな、ちょっと炭酸、微発泡な、うん、微発泡だね。あ、でも美味しい。さらっとしていてちょっと甘いけど、甘すぎない甘みかな。後味は残らない系、日本酒っぽい後味が残らない系の味です、うん、いやでもすごく美味しいです。でこれをね、あ、お魚市場で買ってね、このハマグリと一緒にね、ハマグリと日本酒っていうね、うん、うまっ。ハマグリとハマグリを食って、うん、めちゃくちゃうまい。これがこの組み合わせですね。どう？うまい、うん、最近実はね、家ではあんま日本酒飲まないんですよ。最近どっちかというとハイボールまた復活してて、なんだけど今日ね、久々に美味しいものを手に入れたんで美味しい日本酒を飲んでみたんですけど、この料理に合う日本酒は最高にうまいですね。わかんない。日本酒ってでもやっぱね、あれだよね、日本料理だよね。日本料理、海鮮とかさ買うよね。はい、本日のコメントテーマはうーちゃんが考えたので、うーちゃんどうぞ。どうぞ。皆さんが市場に行くときは何を買うんですか？コメントで教えてください。はい、ということで今度ね、海鮮系の市場で行った時に皆さんが一番よく買うもの、よく買う海鮮とかをぜひね、コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でちなみに我が家は海鮮市場で行くときはだいたいキャンピングカーに行くんで、お刺身とかその場ですぐ食べれるものが多い。ほんと周りにこうやって貝類、今日だとハマグリ売ってればね、そう売ってれば買うけど、だいたいね売ってないんですよね、ハマグリとかって。売っててもなんかね、ちょっともう量がとんでもない、 箱で買うとかさ、シーズンによるのかなと、うん、マグロが多いんじゃない、うん、ウーちゃん好きだし。そうだね、うちはマグロの刺身がとか、でもあれだよね、北海道とか行った時ウニ買ってたよね、うん、あれも市場で買ってたね、ウニとかイクラとか。岩手でも買ったかな。好きなものとあんま得じゃない、ないものと。そう、うちはだから結構でもね、市場は結構行くんですよ。大体ね、僕も観光地と食事と市場っていうワードで大体検索しますんで、なんでよく行くんですけど、やっぱりね一番多いのはマグロかな。逆に買わないのが魚本体よね。さばけないからね。丸々と、カキ。ああ、そうそう。うちね、カキがね、食べないんですよ。全然。カキは、三重で行った時に、カキが有名だからね。で、食べたぐらいで、あと食べないよね、カキって。火が通ったやつしか食べてないね。うん。でも今日のお魚市場とかも、カキがすごい多分ね。生ガキね。そう、有名っていうかあれでみんな並んでて。なんかね、あれ見てると美味しそうに見えるんですけど、実際に食べないよね。まあ、なんか当たった時大変だからね、うん、車で食べしてるし。まあ、それもあると。はい。ということで、ぜひね、皆さんの海鮮市場行った時に、よく買うものをコメント欄で教えてください。ヨギちゃんは、ごちそうさまをして、先にベッドです。で、パパたちは、このハマグリを食べながら飲んでます。ということで、このね、ハマグリの出汁、もったいないんで、雑炊にします。はい、こんな感じですね。今雑炊にしてます。これ絶対うまいんですよね、この出汁が。少しだけ今ね、水足してかさ増しして、まあちょっと味濃いからね、ちょっと水足した方がいいよね。結構いい出汁だよ、うん、でこの後ね、卵を入れます。生卵じゃないけどね、この卵で大丈夫だ、あれしちゃう、変わらん。ロスパもかかるで、これに海苔をかけて完成。かけるか入れるかどっちがいい、ちょっと味見してから。そうだ、海苔がね、味付け海苔だから。え、でも意外といいんじゃない、味濃いないんじゃないかな。はい、ということでね、ハマグリの出汁で作った雑炊完成です。海苔の名前がジャパン海苔だ。ジャパンだよ。あ、ジャパン海苔か。こんな感じで雑炊完成です。ちょっと一回これで味見てから。海苔は
多分これぐらいでちょうどいい。うまっ。こんなもんで、確かに、うん、確かにハマグリの出汁で作った雑炊です。めちゃくちゃうまい。あのね、思った以上に出汁がハマグリの出汁かなり濃いんですよ。日本酒しか使ってないんですけど、かなり濃くて、そうそう、だからこれで、ね、ちょうどいいです。食べた？まだ。海苔を入れると、うん、よりいい。あ、そう。香りがちょっと全然違う、海苔入れると。この海苔付きで、あ、これ海苔があった方がいいね、うん、海苔があった方がね、よりね、あの香りもあるし、味噌感が増して、いや、でも本当にこれうまいっすね。ということでね、ちょっとね、ご飯もう少し楽しみます。はい、今ね、ベッドで勉強しております。宿題だ。宿題です。ここが開かないから。ふーちゃん大丈夫だよ、ママもその漢字書けないから、きっと。うん、あとは書くんですね。さすがに書けるわ。見えない。ただいまね、ふーちゃんはお勉強タイムです。お勉強じゃなくて、だから宿題だろ。今まではね、幼稚園だったんで宿題とかなかったんですけど、小学生にね上がったので、旅先でもね宿題をやる日々です。意外とね、1年生だけど宿題が多いんですよね。学校によるんじゃない。ほぼ毎日宿題だからね。むずいのすごかったよね。読書感想文なんて出された。そうだよ、1年生で読書感想文は意味がわかんないけど、それぐらいなんかね、最近の1年生は忙しいです。うん、田舎だからもっとねえかなと思ったら、そんなことなかった。むちゃん頑張ってください。それで終わったら梨食べましょう。まだ取ってよ。はい、撮ってます。はい、今ね、うーちゃんが勉強中ですが、梨は出来上がりましたので、またうーちゃん待ちです。岐阜の梨です。どう、美味しい？うん、うまっ。さっぱりするな。うん、やっぱ食後のフルーツはいいな。じゃあ車でね、歯磨きの時間です。ちゃんと歯磨きしてください。はい、うーちゃんはね、もう寝ちゃってます。おやすみなさい。かわいいね、うーちゃん。はい、ということで、おやすみなさい。外がブロンブロン言ってるよ。こういうね、広くて綺麗な道の駅はたまにこういうブロンブロン系がいます。あとね、これ多分ね、いいコンビニがあるからだろうね。でも今日はもう閉店しちゃってるけど、あまり長くやってると溜まってくるから閉まっちゃうじゃない、うん。はい、ということで寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね、6時34分です。室温が 18.2 度、湿度 54% です。朝はねちょっと寒いので、こんな感じで FF 入れております。はい、ふーちゃんおはよう。ふーちゃんおはよう。降りてきてください。これね、毛布ね、たまたま積んでたんですけど、積んでてよかった。すげえ寒い、こっち。パパの方も寒い。はい、ということでね、ゆうちゃんも来たんで準備していきます。道の駅で買い物。4000円、4000円、3000円ぐらい、3、4000円使った。はい、今出発しました。朝ね、道の駅でね、ちょっとあの買い物もしてきたので、まあもしね、まだ何かあれば買いに行くかもしれないですけど、まあ基本的にこのままでもね、大丈夫です。今日はですね、この後なんだっけ、お岩神社の方に向かっていきます。その後ね、袋田の滝かな、行ったことないやつや。そうか、あと釣り橋があるのかな、途中に。だからちょっとね、はいはい、どう行くかまだ決めてないんですけど、まあ、そのあたりをね、ちょっとうろうろとしようかなと。で、夜はですね、今回 RV パーク、豊田林檎園っていうところが、先ほどね、なんとか取れましたので、そこにね、泊まろうかなと思ってます。もうね、RV パークがね、今ね、めちゃくちゃ人気なんですよね。今日3連休なんですけど、本当にね、昨今全く取れないです。予定がね、あらかじめ組める人は、あらかじめ多分予約した方がいいかと思います。昔はね、なんかね、当日予約でも全然平気でした。まあ、今回の旅はね、なんとか RV パークが取れましたので、今日はね、そこに行きます。はい。ということでね、今日はね、そんな感じで、旅していきたいと思います。
と1キロ弱、あと 1.5 キロかで到着です。ここのね道は全然普通に走れる幅ですけど、なんか道中峠道みたいなんですよ。あそこが駐車場って書いてある、書いてある、うん、これ第4なのかな、 P4 って書いてある。前だったら戻ってくりゃいいね。こんなにめちゃ混みなんだ。混んでる。これが3だな。私もこれに行く。 B 方向です。大きい系のキャンピングカーが厳しいからね、予約区画がある。予約しないと入れない大型はね。はい、無事にね到着したんで今から向かっていきたいと思います。この辺は上がっていくんだよ。あ、上にも駐車場があるんだ。それが第一だ。うん、混んでそうじゃない。ね、第一は満車って書いてある。うん、ちょっと足、あ、なんか結構あれなんだよ。岩も狭い。あ、もうここそこっぽい。あ、本当に先にご主人中のコーヒー入っていきます。毎日あもう見上げるのにこうやってから見上げることと同じぐらいですから。ここはどうすんの、おじきなくていいの。ご立派だね。そうそうそう。冷たかった。で、ここにペタッてする。ペタッてした。こっち側じゃなくて向こう側からも行けたのかな。なんか60分はちょっと登山の装備、軽装備か、軽装備でもいいの。60分、上ちゃんがいると厳しいかも。そこの下の神社でいいんじゃない。あ、でもほら、今現在地にお祝い神社って書いてある。じゃあいいのか。上はあれ。また別なのかな。山ね。うん。山のてっぺん。そこだ。じゃあね、ここがお祝い神社なので、ここでね参拝をしていきます。上は山なの、ね、うん。山を待つあれしてるね。そう。はい、今ねお参りしたんで、ここからね。歩いて戻りたいと思います。ご朱印です、いただいてきました。神仏を祀る唯一の社。やっぱそうだよね、なんか途中仏教っぽいのあったもん。あった、っぽい、あった、寺っぽい、なんか名前とかあった。こんな感じ、お祝い、うん、この辺だと最古の霊山ってこと、うん、ちなみにこのお岩神社ってあるらしい、うん、宇宙から光の柱が見えたって有名な神社らしい。パワースポットじゃん。っていうあの向井千秋さんっていう宇宙飛行士がそういうコメント。114番、そうだ。はい、ということで戻ります。はい、今ですね大岩神社の方に行ってきました。
こちらですね、左側に見えてるのが小岩神社です。 P2 からね、まあ5分ぐらいかな、そんな遠くないです、すぐ近くです。 P1 は目の前だけどちょっとね狭いんでね、キャンピングカーだと不向きかな。普通車だけだね、うん、多分。でもすごい混んでたね。うん、意外とね人多いです。あとねちょっとね動画の最中ね兆候みたいなの撮れたわけじゃないんですけど、初めてあの機材トラブルに遭いました。やっぱね霊山だからなのかちょっと分かんないけど、まあ、カメラのねあの使ってる方は分かると思うんですけど、シャッタースピードがね増えたり減ったり増えたり減ったりするっていうね、マニュアルでその状態だった。オートだったらねあの増えたり減ったりするの分かるんですけど、マニュアルの状態でいきなり、そういきなりシャッタースピードが変わってと思って画面を見たら、あのなんかね再生画面が急に出てきて、その再生画面もすごいねあのランダムに切り替わっちゃうっていうか、ダラダラダラみたいなのかな、ボタンの長押し状態みたいになってて、で一回切ってね復帰しました。何だったんだろう、全く分かんない、初めてですね。まあ、でもなんかすごくね神秘的な場所ならよく分かりました。今日はねこれからですね、龍神橋、吊り橋かな、大きい橋の方に向かっております。まあ、ちょっとねそこ行くかどうかちょっとまだ悩んでます。まあ、通り道でその先にですね袋田の滝っていうね、まあ、大きい滝があります。ちょっと今ね時間がね11時半ぐらいなんで、ちょっと時間見ながら、まあ、行くか行かないかね決めようかなと思ってます。というのも今日ねその RV パークがね4時なんですよね。4時が最終受付なんで、ちょっとその時間にちょっと行かないといけないんで、なので、ちょっとね行く場所ね考えながら、まあ、運転していこうかなと思います。橋の方あと1キロちょい、結構勾配がきついね。もんちゃんでもうなった。わお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 、マジ嫌だな。あ、ギリギリです。わお、両方ギリギリでバスが通る。いいか。で、まあこの第二駐車場の方がね、駐車場大きいんで、あのすぐ入れるし、キャンピングカーはね安心しておけるかな。すごいね。そうだ、あそこバンジージャンプできるんだっけ？あ、そうなの？あるでしょ。うん、結構団体割になるな。うん、そうだね、さあ行きましょう。本当だ、ダムとお水貯めるとこ、ダムのおかげで水の調節ができる。この辺で真ん中か。あまり見る反射しててもない。でもあそこほらボートってあれがいっちゃう下。あ、本当だ。本当だ。ここからなんだ。うん？おばんち。本当だ。ってことはここから見える。あ、みんなそこよくない？芸人さんとかでいます？いた？叫んでる。本当だ。見えた？うん。一瞬だけね。見えない。あっちから見えるから、みんなあっちにいる。うん、ほら、飛んでるから来てる。これバンジーの人、結構でもいるんだね。今も飛んでる人いたけど、飛び終わった人みたいなのもいたから。ウーが戻ってきた、マジもはや無言だった
じゃん。あ、入ってきた。うまっ、甘め。おいしいよ。みかも食べれた。おいしかった。はい、今からですね、車に戻ります。こっからでもこんな感じで見えます。また飛びそうだね。あ、バンジーね、結構バンジーの人多かったね。はい、今ですね、竜神大吊り橋の方に行ってきました。吊り橋なんですけど、あんま吊り橋感はないよね。ごついからね、うん、なんか揺れるとかそういう感じはないです。で、この後はですね、袋田の滝の方に向かっていきたいんですけども、ちょっとね、時間がね結構押しちゃってて、もしかしたらパスするかもしれないです。 RV パーク豊田林檎園ね、こちらが袋田の滝のねすぐ近くなので、どっちにしろね、そっち側に今からね向かっていきたいと思います。狭い、くねくね峠ゾーン。でなぜかこのくねくね道に案内されて、なんかね、そのままでも行けそうな感じだったんだけど、なんかこっちの道をね大回りしろっていう案内が出て、向こうの大きい方の通りの方がトンネルとかで通れないところがあったのかな。ね、謎だね。これ同じクラスが前から出たら結構きついね。軽ぐらいだったらいけるけど、詰まったら最後みたいな感じ。こんな道がずっと続いてる。あと500メートルぐらい。そっか、あ、違うの。一番安い。よし、ジェマからね、袋田の滝まで向かっていきたいと思います。多分ここが一番近い。あ、でもちょっと並んでるね。並んでんじゃないのか、あれで止めてるのか。あ、ここ日帰りもあったんだ。そばどころと。てかなんかこの辺なんかあれだね、ちょっといろいろあんだ、うん、結構並ぶ。歩いていけ、トンネルみたいなとこ通る。サーフでいるけど上の枝でいいかね。どっちでもいいよ。よし、じゃあ戻ろう。並ばなきゃまだ。うん。スリーテイル一つと、団子？うん。団子一つ。ここ座って食べようかな。なんだこれ、パパのやつあれなんだろうね。こんにゃくが刺さってる。うわ、ビール飲んだ。結構すごい。ウィス。食べれそう。ここは一旦だけどね。よし、じゃ一旦ね、車に戻ってきます。はい、今ですね、袋田の滝の方に行ってきました。結構ここもね人が多いです。駐車場着くまでは正直ね、本当にこの道で合ってんのかなっていうような道をねずっと走ってたんですけども、実際着いたら着いたらね、すごく人が多くて、袋田の滝の手前にすごいね、お店とかもねたくさん並んでるんで、
なんだろう、もう少しね、ここゆっくり回ってもいいのかなって、今日はですね、この後 RV パークなんですけども、受付時間がね、3時半から4時っていうことで言われてて、今着いても行ってもね、3時前に着いちゃうんですよね。なんで、先にね、ちょっとお風呂行っちゃおうかなと思ってます。で、お風呂も RV パーク豊田リンゴ園から車でね、2分ぐらいのところなので、道中にね、温泉があるんで、そちらに先に寄っちゃいます。はい、ここですね、滝見の湯。駐車場はここでいいのかな。はい、今からね、温泉に行ってきます。これ、ね、すぐ近くの温泉です。どっちにしろ結構ちっちゃいっぽいよね、うん、だからささっと行って、ささっと上がってくる感じで。はい、とりあえず今ね、出発しました。で、ここからですね、まあ、1.5、4キロなんで、もうね、すぐ着いちゃいます。なかなかこじんまりとした感じのお風呂だったね。割と人いなかった？多分なんか男バラバラだったよ。そうなの？女子結構キツキツやったね。とりあえず多分平気だった。はい、でね、間もなくですね、到着します。多分ね、右側に見えてくるかな。あ、でも RV パークって書いてある、ここ多分この辺が受付。今受付終わったんですけど、なんかすげえいっぱいもらっちゃった。すげえバームクーヘンとリンゴ、これだけでなんか3000円ぐらいの価値ありそうだけど。そう、電源付き3000円でこれももらってしまった。これはシーズンなのかな。はい、とりあえずね、今から移動します。じゃあ今日は外も使えるんで外使います。モーニングもね、たまには出そうかなって。はい、もう今日はね、こんな感じでショートです。パッパッとできるように、テーブルはこの2つだけ、はい、こんな感じで超絶手抜きサイト。まだあんたが光ってればそれっぽく見えるでしょ。座りたい。これで道の駅で購入した味玉セット、もう道の駅で購入した丸ごとチャーシュー、あとこれもね、道の駅で購入したロース味噌漬け。あとね、これ昨日のスーパーで買った札幌クラシック。辛でも温めちゃう。味付けた。はい。バイバイ。シビは軽い。ガムだ、ガム。チャーシュー。チャーシューでしょ？うまそうです。全部出てきちゃう。煙が全部こっち行く。甘いね、うん、今ね、外気温16度です。
結構寒い。16度なの？なんか朝晩は結構冷えるって言ってる。冷える。あのここの人も言ってる。朝晩は結構冷える。そうだ。ルちゃん眠かった。寝てる？車って寝ようとしてるよ。車って横たまってる。意外とお腹いっぱいだ。うん、ということで今日のコメントテーマは、旅をするなら四季の中でどの季節ですか。春、夏、秋、冬でぜひ教えてください。お願いします。お願いします。ちなみに我が家はカービィの時は冬だったけど、今ボーンになってからは夏も対応できるようになったから。エアコンついたからね。で最近は夏も旅を楽しむけど、やっぱり冬が一番寒い中出かけてあったかい思いする方が楽しいかな。そうだ、割と寒い季節の方が好きかな。はい、今ね、車に戻ってきました。速攻で片付けた。そう、今日はね、早期撤収スタイルだったのですぐね撤収して中に戻ってます。外気温もね今16度とか15度しかないんですけど、室内温度は 25.6 度。でも湿度はね 38% しかないんでかなりね乾燥してます。 FF の季節になるとねこれがね始まるんですよ、免疫。でね、今日ね、衝撃なのが、そうこれね、まだ時間6時5分なんですよ、ね。いつも6時5分にまだ到着してない。うん、お風呂上がっ、まだお風呂上がったぐらいで、ね。今日はもう全てが完了済みという。もう何もすることないんで、車でゴロゴロします。はい、そしたらね、今日、豊田りんご園でいただいたりんごを早速食べようと思います。それなりにもらいました。はい、こちらね今日いただいたバームクーヘン。はい、どうぞ。もう中にリンゴ入ってた。リンゴから食べちゃその後食べる、うん、いい。リンゴ美味しいよ。パパもアンドパーする。ふーすんな。せっこいママふーしてなお。こっから大人の時間です。だいぶゴロゴロしてたけど、それがまだ8時半だからね。単品きつくね。フェーフはね重要だよ。燃料で動くからね。なんつったってガソリンの時もガソリンで動いたからね。でもさ、カービィの時はこれより一回りちょっとちっちゃいからさ、うん、すぐあったかくなったけどさ。そうそう、ボンはねちょっとあった、あったまりがね時間かかる。しょうがない、車がちょっと大きいから。カービィでマックスにすると結構ねすぐ熱くなっちゃう、うん。今ねこんな感じでダラダラしてます。ママはゴロゴロ、YouTube、ラグビー。うちゃんはベッドでゴロゴロ。みんなそれぞれゴロゴロです。FF 入れしたのに暑すぎて。そう。結局ね、エアコン入れるっていうね。エアコンも今多分ほとんど動いてないけど。いや、今まだ動いてる。暑くなったり寒くなったり忙しい。忙しい。ちなみに、こんな感じで YouTube を鑑賞化してました。うちゃんはまさかの新しいうちの動画を見てないらしくて。自分の動画を楽しみに見るうーちゃん。めっちゃ面白いね。自分の動画何回も見てるもんね。ちなみに今回の動画はこの岩手ですね。ポニーに乗るシーンをどうしても見たいらしいです。ちなみにパパもこの動画まだ見てないんだ。パパも今初めて見た。待ってください。正しい登り方。はい、じゃあ奥まで転がってください。痛っ。ういちゃんはこの布団だからね。うん、ちょっと待って。はい、ういちゃんはおやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ、おやすみ。こんなに冷たいクッションでいられるな。バイバイ、おやすみ。バイバイ、おやすみ。またね。またね。
はい、おはようございます。今ですね7時12分で室温が 20.2 度です。湿度が 65% です。車内はねだいぶ快適に眠れました。さらに今ね湿度高いのがこれね外ね雨降ってるんですよね。朝方はね結構強く降ったんですけど今もねちょっとまた降り始めました。あとねなんかね気温もねそんな今日上がらないみたいなので結構寒いのかなと思います。朝だよ。おはようございます。おはようございます。見えないよ。ういちゃん、ういちゃん上さ寒かった？寒いってわけじゃない。ういちゃん毛布だからぬくぬくだよ。寒いのママだよ。夏の予想日だから。雨降ってる。お外チェックしてみて。どう？めちゃくちゃ雨降ってる。雨降ってる。うん。外出たくないやつや。せやで。こもる。はい。まさかのね、朝ごはんが何もないっていうのと水がないっていうところで、近くにね、デイリー山崎があるらしいんで、僕が行ってきます。歩いて4分ぐらい。ただ、この雨です。だからささっと行ってきます。はい、こんな感じでね、徒歩4分の距離があるみたいです。雨さえ降ってなければねもう全然余裕ですね。はい、ということでねちょっと向かっていきたいと思います。今日はね朝ゆっくりできるので今ね、買ってきた食材とかあとね水もね買ってきたんです。そう、あのね、山崎ね、現金しか使えないというなかなかハードでした。はい、そうこうしてるうちね、お湯が沸けたんですけどちょっとね、トースター出します。久々にトースター出すの。はい、今日の朝ごはん出来上がりました。バターロール、卵液、ベーコン、ウインナー、バニラヨーグルト、そこで買ってきたやつです。いただきましょう。いただきます。これさ、この中にソーセージ入りそうだよね。給食みたいにさ、ここにこう穴を開けてそこにソーセージを入れる。給食そんなの？え、そうだよ。給食ね、切り目があってそこにソーセージ入れてもいいしさ、焼きそばでか出てたら焼きそば入れててもいいんだよ。はい、まあ今日ゆっくりとした朝。今日もう帰るだけなんで、あとウーちゃんと一緒にアクアワールド水族館。なんかあれらしいよ、ウーちゃん。隅っこいっぱいらしい。はい、隅っこコラボしてるって。隅っこがあっちこっちにいるの？これ食べる？そう、これをママがね、2つも買おうとしたから、それはダメだ。2つじゃないよ、違う種類のやつ。ね、あんま一緒や。でかくない？うん。1粒これよ。でかい。これ、この辺のやつなのかな？ね。読み方が分かんなかった、高級ぶどう。でっかい。じゃあ、いただきましょう。はい。いただきます。おいしい。てか、甘さ控えめかも。なんだ、シャインマスカットよりはさっぱりして、ちょっと酸味がある甘みかも。これでも食べる。そうだ。なんか、めちゃくちゃ甘いって食べるわ。じゃあ、好きな味だった？え、3個ぐらいいる。じゃあ食べてんの？それだけか。でっかい。だってでっかすぎるからみんなに朝から取られちゃうじゃん。
で今ですね出発します。で今日はねあとねアクアワールド行くだけなんで、まあ、目的地はね1個しかないんですけれども、昨日とね同じルートをね今指定されてて、まあ、走れなくはないんですけど峠なんですよね。結構なちょっと怖いんですよね。水害とかももしあったら、水害とかなんかね、そういうちょっと落石注意とかも結構あったから、まあ普通車ではないからあんまり通りたくはない。そう、道幅がね広い方がねやっぱり走りやすいんですね。で路面もね昨日走った峠よりかね全然こっちの方が綺麗です。ちょっと雨降ってるからねなるべくこっち側で行きたいなと思って今来てます。そうだね、今この道はもう完全にあれだね、昨日と同じ道につながるね。この後この辺はでも逆にあれだね、住宅は割とあるね。すごい混んでるじゃない。これやるか、さすが雨。ここはワールド中、向こうの駐車場まで全部同じ。でこの下も全部駐車場だけど、ここも全部入ってる。これ中入ったところで大丈夫？うわすごいね下の駐車場でしょ。ここから見えるけど、ここからも見えるけど、すごい。うわすっごっ、車の量やば。無理もしないでね。よし、歩いて向かいます。だいぶ雨降って何も降ってないから、今のうちにちゃちゃっと、風がすごい。傘畳んじゃおう。受付結構混んでる。マミちゃんの嫌いなタカアシガニ。好きだ。食べたい。じゃあ上見てごらん、上。じゃあ見てよ、見てよ。すごいね、げっぷりしてる。ウイちゃん、あれ食べられちゃう。多分昔ここに来てこれ見た時もこの辺だったよ。焼きはとんかつね。どっちがいい？ハンバーガーか向こうのお寿司か。じゃあハンバーガー。ハンバーガーにする？いいよ。はい、今ですね車に戻ってきました。でご飯食べるんでね、これささっと目隠しを。これね本当にね純正のやつよりかね、ちょっとゆとりもあってすぐつける。でなおかつね上がパッツンパッツンになるんで、透過しなくなるんで完璧です。あとねこのね同じ HG ファクトリーさんのこちらのテーブルですね、はい、あっちはカーテン、マジ重宝しまくってる。そして手洗いましょう。あそうだ、じゃあ手洗おう。買ってきたやつです。ちょろっとしたやつ、なんかいろいろありました。他にもね駅弁とかあったんで、駅弁はなんかね人気らしくて、なんかもう今日は完売ですって言いました。よし、まあ、テイクアウトできないね。いただきま す、はい、あれ待ったよね、フードコートみたいなのもあったよね奥に。そっちもすごかったんでしょ、ごった返してて。多分入ったけど全部が全部見れてないもんね。うん、みーちゃん前来た時すごいちっちゃかったからね。うん、しょうがない、風がすごい、風も雨もすごいね。雨がすごい、雨も風も。最終の入場が4時って書いてあった気がする。うん、昼過ぎに来たからね。だってパパだってさ入る時さ出てく人も多かったじゃん、すごい。うん、だからまだ晴れたけどさ、これ出てく人いなかったら結構きつくね。うん、はい、まあそんな感じでねご飯食べてゆっくりねのんびりと3時間ぐらいかなかけて帰宅しようと思います。家ね、よしレッツゴー、ゴーゴー、家に帰るよ。
はい、ということで、今ですね、アクアワールド大洗行ってきました。まあ、今ね結構も駐車場空いてるんですけど、もう終わりに差し掛かってるから、そうそうそう、ちょうど僕らねお昼時に行ったんですけど、まあ、入れ替えがね激しい時期だったので、駐車場はね意外と入れました。でただ中がすんごい人いて、むちゃくちゃ人多くて、特にイルカのショーとかなんて立ち見だったんで、2回連続立ち見ですね。前来た時も立ち見で、ここからですね、まあ、家までざっくり150キロぐらいかなありますんで、また2時間半ぐらいねかけて帰宅します。ほんとね最終日だけねちょっとね雨が降っちゃいましたけど、それ以外はね結構楽しめたかなと思います。ということで、今回はですね全国制覇の旅茨城編でしたが、少しね北寄りの茨城を観光してきました。大洗よりか下はこの辺もね、あの年末年始でほぼほぼ毎回行ってるんで、今回で、ね、飛ばしちゃったんですけど、何回前だか分かんないけど、すごい昔の動画とかにもね茨城いっぱい出てますんで、ね、そちらも見てもらえると嬉しいです。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。あんまり上になっちゃう。よろしくお願いします。グッドボタンを押したら、じゃあまたね、バイバイ。